ジュアルコメンタリーということで、なんとまさかこの人たちが集まるとはびっくりの、それ以外ないだろう。3人でお送りします。流れです。始まったよ、ほら。はい、この瞬間に僕は吊られて上に行きますね。これずいぶん高いところにいたんだよね。すごいよね。はい、あ、これ目の前に五郎さんいるんですよ。そうこれ、これ用に撮ったね、舞台上で、うん、これもね、さっきのね、はい、これ目の前に五郎さんいるんですよ。だからこそ、ね、できた。ここまで。で、ラケン、ポーズと振り、ここでできる。だだだだ、これ、これ。早く来て、ラケン、早く来て。しかも俺が縫っていってくれって言ってるからね。顔笑ったけど、みんなすごいもんね、体が。飛び上がった波しぶきは歌うまいな。うん、輝き朝日が祝福するように、ドガーン。みんな反応した、反応したって。わかるのか、わかるはずもない。歌うのやめようよ、もうやめる、ここでやめてよ。もしエンディング、忘れるものか。ジュン、ジュン、国を譲り私はしない、決して。ここかっこいいんだな、この高音を出すっていうね、アクションセロも。日本を取り戻すため、ならば戦え。25周年祝祭公演、星の大地に降る涙、ザ・ミュージカル、キャストの皆様がお揃いです。今とっても幸せです。この公演、本当に、新たに書き上げてミュージカルとして蘇ります。25年ということで、私と岸谷五郎さんも銀婚式を、迎えることとなりまして、まだ仕事も始めていない頃の自分が見た作品の再演の主演をやらせていただくということで、本当に本当に幸せです。僕たちが予想しているのも大変なところがいっぱいあるので、じっくりと思ってやりましょう。よろしくお願いします。大義のために朽ち果てるもよし。さあ頑張りましょう。初日です。やってみましょう。よろしくお願いします。